アリス・リッチ・ノースロップと息子のジョン・ノースロップ。アリス・リッチ・ノースロップはアメリカ合衆国の教育者、植物学者である。ノーベル科学賞受賞者、ジョン・ノースロップの母親である。ニューヨークで生まれた。ニューヨークの女子師範学校、ハンター・カレッジの植物学の教授を務めた。1889年にコロンビア大学の動物学の教授、ジョン・イザイア・ノースロップと結婚した。 夫と共に中米、カリブ諸島などを旅行し、バハマで、ヒガンバナカのハイミノカレスワーニカラや、カガガイモカのクロモリーナバハメンシスなど、18種の新種植物を発見し記載した。夫は2年後、息子の生まれた数日後に実験室の爆発事故で死亡した。教育者としては、市販学校の卒業生の教える生徒の自然教育のために、 水槽や植物標本を教室に置くことを勧め、市内の生徒を2週間バークシャー山脈の農園で過ごさせるアリスリッチノースロップメモリアルキャンプを始めたことなどで知られる。ノースルは植物の学名で命名者を示す場合にアリスリッチノースロップを示すのに使われる。ありがとうございます。